ードが。この人いつも一言多い。共食いしている気分になるから。おお、今日も先輩のジョークは重いぜ。男と女がいるんですものよ。なるほど、かということはもういいな。外に出すのは性行為の時だけにしろ。筆下ろしが流行るかもしれん。すずちゃんに下の世話をしてもらってるわ。てっか、将来性行為をする際は常に下出した。は、初めて見た。2つタイプね。スイッチを切り替えるとまた違う。一番嬉しそうに見てるのは気のせいだと思いたい。俺もしてる時、近づいてくる足音にはドキドキします。言わない言わない。私もおいじるの癖になりそうだけど、なんとか踏みとどまっているわ。当てはまる文字を入れなさい。うん、おお、すごい下遣いだ。舐め上げられるとゾクゾクするわね。もう満足か。もう満腹なのか。あ、おじ、すっげえ喜んでる。こんなひどい前回のあらすじ初めて見ましたよ。